早弁です。今日は秋田市のそばどころ蔦屋さんに来ております。こちらそば屋ですけれどもね、ラーメンとかもやっているそうで、セットカレーもあるそうです。で、麺徳本の該当店舗なので、こちらも行ってこようと思います。はい、来ました。こちらの方が黄金麺の醤油でセットのカレーですね。すごいオーソドックスな中華そばですね。意外と洋風のカレーですね、果物系のちょっとね甘みもあるようなカレーです、この後もいただいてきます。はい、美味しくいただいてまいりました。昔ながらの中華そばって感じがすごいして、で余分な油だとかそういうものに頼らずにね、食べさせてくれるような味でね、本当にそば屋のラーメンだなって感じがした一方で、やっぱり昔ながらねちょっとこの少し細めで若干ねボソッとしたという言い方をするとちょっと語弊があるのかもしれないけど、ちょっとそばっぽいようなそんな食感の麺でもあったりとかしてね、それも面白かったですね。美味しかったですね。カレーもちょっとねチャツネが効いてるような感じで、ちょっと甘い味付けがねラーメンと合わせるとまた面白かったですね。また来たいと思います。スターさん、これからも頑張ってください。以上、アベンでした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。